中田幸子は、日本の舞台役者。沖縄喜劇の女王と称される。1933年、沖縄県生まれ。幼少期、祖母と一緒に見に行った芝居に魅了され、芝居の勉強を始める。その後、太平洋戦争の激化によって、芝居の勉強は中断。戦後、芝居への情熱が再燃し、1947年の15歳の、時に、南月。 前劇団に入団。劇団の座長より喜劇が向いているとの指摘があり、喜劇女優となる原点となった。後に劇団の役者、脚本家の中田龍太郎と結婚、両名で劇団を立ち上げた。座長を務め、昭和40年代には大盛況の人気を博した。また、海外公演も行った。2019年、劇団でイ・ゴ座の敬老の日公演をもって、 同劇団での活動を引退。1982年に那覇市雲寺で開店し、2008年に那覇市松山に移転。新型コロナの影響前まで365日、台風時も休まず営業した。娘の明美や孫の中田正恵、芸能館のメンバーと毎日3回の民謡賞を行った。2020年5月31日約40年の 歴史に終止符を打って閉店。2020年7月那覇宿命に中田幸子の店を開店。毎日店に顔を出し客を笑わせ続けている。2020年3月に初めての主演劇映画、ナンクルナイサー劇場版から生きてる限り死なないさーを撮影。2021年1月より那覇桜坂劇場にて風切り。出演。 中田幸子中田雅江小鎮田高根松田るか愛もこし、伊沢友情出演、五里、串子陽洋子大城羽根さ特別出演、品札高子監督、脚本、編集、野田貴則撮影、歌詞の直木照明、上田正春録音、横沢忠志公美術、畠山和久音楽、小鎮田高根企画、制作葬式、村岡克彦共同脚本、高橋哲郎プロデューサー、 クワハラ稽古制作プロダクション、沖縄ピクチャーズ制作、沖縄ピクチャーズ、ほぼ平成22年沖縄県文化功労者表彰、令和2年那覇市政功労者表彰。ありがとうございます。